岩尾の浮き玉、酒井で先手を取った。酒井折り返してユンカー、後ろ関根打つ、一気にギアを上げてアクセルも踏みました浦和。いやこのオフサイドにならない、はい、少しこうインに入りながらね動き出した酒井と、まあ、ユンカーのやっぱりここしかないっていうところの入りのタイミングですよね、はい、まあ、よく防ぎましたけれども、はい、